皆さん、ごきげんよう。上川かおりんです。ヤフー知恵袋を見ていたら、動画編集について、下記の質問がありました。今回は、こちらの質問にお答えしたいと思います。それでは早速、行ってみましょう。質問1、キャップカットで一つのクリップを 0.1 秒より短くすることは可能ですか？これなんですが、意外とよく聞く質問なんですよね。使用では、クリップを挿入した後、一番短く縮めても0.1秒までが限界なんですが、どうしてもそれ以上短くて表示させたいということならば、以下の方法ならば可能です。ちょっと面倒ですが、頑張ってトライしてみてください。頑張、ふふふ。1、グリーンバック静止画の背景を読み込みます。お持ちでない方は、こちらの画像をスクリーンショットしてご使用ください。2、グリーンバックを30秒ぐらいに伸ばして保存してください。これで静止画のグリーンバックではない動画のグリーンバックができました。3、新しいプロジェクトとして改めて動画のグリーンバックを読み込んでください。4クリップをはめ込み合成してください。5クリップの表示時間を 0.1 秒まで縮めてください。5、速度、通常で動画の全体の速度をお好みの速度、今回は10倍に変更してください。速度の調整は動画でなければできません。そのため今回動画のグリーンバックを作成しました。6保存してください。以上で30秒から3秒にした動画が出来上がりました。このうちクリップの部分は0.1秒から0.1秒になっています。7あとはこれを。はめ込み合成で目的の動画に挿入してください。8グリーンバックをクロマキーで透明にしてください。以上で完成です。キャップカットの場合、あまりに短い動画は読み込めませんので、3秒の動画のまま読み込み、実際の表示はグリーンバックを透明にして、クリップの0.1秒だけを表示させています。ただ一つ注意点があります。キャップカットを含め、すべての動画編集アプリは、一度同じタイムに重ねられる静止画や動画レイヤーは、5枚までが限界です。なのでレイヤーをさらに増やしたい場合は、動画を一度保存して一つの動画にして、それをさらに新しい動画として読み込んで、レイヤーを重ねていく、という方法ならば可能です。いや、キャップカットって本当に面白いですね。以上です。